よーし、ブルーダーを探しに行こう。
Success! Success! Start.
Trial start. だいぶ時間が経ってしまったわね。それにしても外からじゃわからなかったけれど、こんな風になっていたのね。なんだかまずい状況かも。私たちも引き際を考えないといけないかもしれないわね。そんな、それじゃブルーダーはどうなるの？マノンの言う通りだ。クロフォード？ドールスの出現規模が想定を超えている。このままではいずれ押し切られるだろう。君たちも自分たちの身の安全を第一に考えてくれ。ブルーダーはこの簡単にやられるわけだ。危なかった。クロフォード？クロフォード？ジャミングね。しかも恐ろしく強力な。お前たちだけか。他のアクスは？今ここにいるのは私たちだけ。なぜそんな無茶を？助けるために決まってるでしょ。
逃げろと言いたいところだが、こうなっては分散する方が危険か。孤立しないよう連携を取って戦うんだ。トライアルスタート。だいぶ時間が経ってしまったわね。お前たちだけか。他のアクスは。今ここにいるのは私たちだけ。なぜそんな無茶を。逃げろと言いたいところだが、こうなっては分散する方が危険か。孤立しないよう連携を取って戦うんだ。トライアルスタート。
対に逃げたりしないよ。だいぶ時間が経ってしまったわね。お前たちだけか。他のアクスは。今ここにいるのは私たちだけ。なぜそんな無茶を。決まってるでしょ。逃げろと言いたいところだが、こうなっては分散する方が危険か。孤立しないよう連携を取って戦うんだ。 Trial start。
お前たちだけか。他のアクスは。今ここにいるのは私たちだけ。なぜそんな無茶を。助けるために決まってるでしょ。逃げろと言いたいところだが、こうなっては分散する方が危険か。孤立しないよう連携を取って戦うんだ。 Trial start。
よし、一気に決めるぞ。よく頑張ったわね、アイナ。二人ともありがとう。いい動きだった。短い間によく成長したな。ブルーダーのアドバイスのおかげだよ。クロフォード、任務完了だ。これから帰還する。ブルーダー、ああ、そうしてくれ。戻るとしよう。よく無事に戻ってきてくれたね。この3人のおかげだ。今回は私も少し危なかった。3人ともありがとう。まさか
あのネクスエアリオを倒してしまうとは。クロフォード、そのネクスエアリオのタイプから例の部品が得られたぞ。そうか、早速開発部に連絡を。部品？そうだね、君たちにも話しておこう。これは？僕らが開発を進めている対ダークパルスの切り札だよ。僕たちの体を流れるフォトン、この特殊な力にダークパルスやドールスは弱い。でもダークパルスはあまりにも強大で、弱点のコアが分厚いタイプに守られている。だから実力者であるガロアさんでも完全には仕留められなかった。個々のワークスの力では限界がある。そこで僕らは他に方法がないかを考えたんだ。フォトンは大気中にも存在していて、その量は僕らの体内にあるものをはるかに超えている。大気中のフォトンを集めて何倍にも圧縮し打ち出すことができれば、ダークパルスの体育を貫きコアに直接圧縮フォトンを集中放射できるというわけだ。それを可能にするのが超大口径の単層フォトン粒子砲、セントラルキャノンだ。セントラルキャノン、以前君たちの手を借りたいと言っていた理由の一つがこれなんだ。ダークファルスの最終来が迫っている中で開発ペースを早めないといけない。しかしそのための資材がまだまだ不足しているんだ。完成のために資材を集めるにはこのエアリオリージョンの力だけでは足りない。他のリージョンにいるアークスたちの協力が不可欠だ。君たちには今後その橋渡しを手伝ってもらいたいと思っている。それってつまり私たちが別のリージョンにお願いに行くってことかな。君たちだけに無茶はさせない。他のセントラル所属のアークスたちも一緒だ。まずは東のリテムリージョンに向かってもらうことになるだろう。詳しいプランは準備が整ってから連絡するよ。それまでは英気を養っておいてほしい。うん、わかった。リテムリージョンか、どんなとこだろう。
何か用か。ああまた来い。
Yeah.